覚えていますか？私が死んだら猫に生まれ変わるからと言っていたこと。だから私が死んだ後にあなたに特別に懐いてくる猫がいたら飼ってほしいのです。たとえその猫が不器量でも年をとっていても必ず飼ってほしいのです。そしてペットが飼えるお家に引っ越してほしいのです。家の中にはキャットタワーや爪とぎを用意してください。植物が多くて窓の外が見えるととても嬉しいです。見晴らしが良くて新鮮な空気が大好きなのです。食事は毎日高級なものはいりません。でも体にいいものにしてほしいのです。私もずっと健康でいたいのです。それから家に女性のお客さんを入れないでください。きっと噛みついたり爪を立てたりするでしょう。そんな時は決して怒らないでほしいのです。夜あなたの寝室に入ってきてベッドの中に潜り込んでも嫌がらずに受け入れてください。いつでも一緒にいたいのです。あなたの好きなドライブに行くときは一緒に連れて行ってください。有名な場所や観光地などに行く必要はありません。誰も知らない小さい公園で十分です。あなたの笑顔を見るのが楽しいのですから。時にはペットサロンに連れて行ってください。私もたまにはおしゃれしたいのです。でも可愛い洋服まではいりません。私のそのままの姿を可愛がってほしいのです。お仕事が忙しいからと私を無視しないでください。寂しくなってきっとちょっかいを出すでしょう。その時は相手をしてほしいのです。私はあなたの注目をずっと浴びたいのです。それから短い時間でも一緒に遊んでください。どんなおもちゃを使っても構いません。あなたが私のために何かしてくれるというのが嬉しいのです。きっと私からも何か贈り物をするはずです。もし辛いことがあったら私に話してほしいのです。言葉はわからなくてもあなたの気持ちは伝わっていますから。私も一緒に悲しみを分かち合いたいのです。あなたに大切な人ができたら打ち明けてください。少しやきもちを焼くかもしれませんが必ず理解できます。私が一番あなたの幸せを望んでいるのです。将来私が病気になり病院の先生から治らない病気だと言われたら、その時は治療をしないでください。私は自然に任せていきたいのです。そして私が最後に息を引き取る時はあなたにそばにいてほしいのです。こんな私でも寂しがり屋ですから。